こんにちは。ウランジさん、ウランジさんっていうか、ウランジが発売しているなんか Vlog 撮影が、はかどるいろんなアクセサリーがあるらしいんですけど、その辺をね、送ってくださったので、今からちょっと開けてね、使ってみたいと思います。まずこれ、鏡のやつでしょうかね。MT16 という三脚ですね。これはトップハンドルでしょうかね。謎の梱包。これも後で開けます。じゃまず三脚から見てみましょうか。結構大きい。本体はプラスチックで結構軽いんですけど、ここが自由運搬になっていて、ここを回せば締め込めるタイプですね。ここにコールドシューがついてますね。普段はこんな感じで自撮りハンドルで自分の方に向けて自撮りしつつ、自撮りもできるし、固定して撮影したい時はこんな感じで置いてやればそこそこの高さになるんで、低すぎて困るってことはなさそうですね。じゃあ次はこのトップハンドル。結構これはずっしりしてますね。おお、アクセサリー周にカチャッとはめて、拡張、いろいろワイヤレスマイクつけたり、ライトつけたり、いろいろね、使えるんじゃないでしょうかね。じゃあ次に、これ、鏡ですね。これ結構レビューされてましたけど、ここがコールドシューに取り付けるためのマウント。で、ここ両側にアクセサリー周がね、ついてます。こんな感じで。ああ、なるほどね。これなかなか角度調整が必要ですね。ネットとか見てもこんな感じですね。改良されて、こことここが、2箇所でジョイントがついたので、かなり自由にいろんなモニターに合わせられるみたいなことがね、書かれてます。ここにね、ゴムっていうかスポンジが貼ってあるので、ここの部分をこう鏡に押し当てて収納するとコンパクトになるよっていうふうに書かれてます。今 GoPro を映してるんですけど、 GoPro の背面ディスプレイがバッチリね、映ってます。9はさすがにフロントディスプレイついてるから、どっちでもいいといえばどっちでもいいんですけど、8より前のモデルとかだとね、これ十分使えるんじゃないですかね。これがね、今 iPhone につけた状態です。で、次、謎のこの袋を開けてみましょう。じゃじゃん。お、別の三脚が出てきました。お、ライトが出てきました。VL49。ライトは、お、なかなかいい感じです。マグネット付きですね。RGB LED ライトです。これも VL49 の改良版なのかな。で、明るさも0から100%。普通の LED ライトでして、色温度の変更をして使うこともできます。9000ケルビンから2500ケルビンの間で可変になっています。で、USB-C で充電。バッテリーは2000ミリアンペア。カメラの上にこんな感じで搭載して、で、そうするともうね、シューが埋まっちゃうんですけど、まだ3箇所 コールドシューがあるので、こんな感じで取り付けて気軽に使える感じでいいですね。で、暗いね、例えば車内とか撮影するのとかも、車の中とかも暗いじゃないですか、結構ね。で、ライトつければ、ほら、明るい、いいですね。本体に磁石内蔵なので、どこでも車内の、うちの車特にそうなんですけど、鉄板がむき出しなので、いろんなところに貼り付けて使えますよね。で、後ろもプラスチックなんで、そんなにいろんなとこ傷ついたりしないし、スイッチもね、引っ込んでるので、フラットなところに貼ってもスイッチが押されちゃうってこともないですね。っていうか、キャンプの時とか普通に良さそう。赤はあれですけど、車内でも、いろんな色で撮影できますね。2000いくらでここまで多機能な、これ2500円ぐらいだと思うんですけど、2500円でこんな多機能なライトあんまりないですよね。RGB で色も変えれるし、明るさも2500ケルビンから7000、あ、じゃあ9000ケルビンまでね、いけますね。4万、5万ぐらいのライトで今照らしています。消すとこんな感じで、待ってよ、この RGB ライトつけると結構明るく、それなりに使えてますよね。2500円、4万、あ、5万円、20個分です。トップハンドルとライトつけるとこんな感じになります。で、反対側にはマイクをつけてみました。
なんか確かにこれで撮影すると安定します。まあカメラのグリップ持ってもね、もちろんのやっぱりでもこうねじれ方向がこうね不安定なんですよね。これ使ってこうなんか安定してる気がしますけど、どうでしょうかこれライトなんですけど、ライトもこのスタンドがついてくるんですけど、これはここをねこうやって伸ばすことができます。若干上に上げて使うことが、ね、できます。 GoPro の上に乗せるとこんな感じです。 GoPro 暗所にあの暗いところにむちゃくちゃ弱いんでね、いいかもしれない。カタログデータによって42センチぐらいね伸ばせるみたいです。下に置くとこんな感じになります。 GoPro のケージに、これスモールリグのケージなんですけど、これにこれつけてライトつけて、ライトのコールドシューマウントのところにマイクをつけて、ごつい感じでかっこよく使いたい人にはいいんじゃないですか。フルサイズミラーレスだとちょっと荷が重いかな、まあ、レンズもこれ重たいんで合わせると多分2キロぐらいになってるんですけど、ちょっと怖い。ここがね、ここがわかりますかね、プラスチックなんで、まあ、1キロぐらいだったらいいかもしれないんですよ。2キロってなるとちょっとねグラ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 します。そのうちバキって割れてカメラごと落ちるんじゃないかと思います。ちょっとこういう使い方はやめた方がいいかもしれないですね。このぐらいだったら全然大丈夫そうですね。揺れますけど折れて落ちるとかってことはまずなさそうな感じがします。4つ紹介しました。この UU リグのカメラのホットシューに取り付けるためのトップハンドルですね。まあミラーレスとか一眼レフとか使えると思います。かなりしっかりしてるし撮影しやすくなるんで、こういうの使ったことない人は一回試してみると面白いかもしれないですね。それから前面スクリーンのついてないカメラで使うことのできるこのミラー式の自撮りミラーですね。これね、意外に使えるのが笑える映ってますかね、ここに映ってますよね。そしてこの Vlog 用の三脚兼延長棒みたいな、ここにコールドシューマウントがついてて、アクセサリーを、ね、取り付けることができる三脚、軽くていい感じです。そしてこれですね、小型バッテリー内蔵 LED RGB ライトですね。RGB ライトにもなるし、普通の LED ライトにもなる。 2500K から 9000K の可変、明るさも0から 100% の可変。そしてアクセサリー集が3つついている。そして延長できる三脚までついてくるという商品になります。どれもこれもね 2,3,000 円で買えるものばっかりですね。来年 Vlog 撮影頑張ろうっていう方いいんじゃないでしょうか。まあ、あの下にリンク貼っておきますので、またご覧ください。じゃまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。起きたらこんなのできてて、ゆいくん無事カウチン、うわあ潰れた、うわーすごい。パパそのバナナちょうだい、バナナとキュウリ。何で、ね、ゆいくんこんな砂糖ばっかりバナナと一緒に食べさせる。うん、ねえおいしい。パパこれ上手にできたんじゃない。